上岡くん、おはよう。昨日はあんなことになっちゃってごめんね。昼休み、鼓がまた暴走しちゃったでしょ。ごめんなさいね。でも私、鼓を止められなかったし。でも神岡くんが間に入ってきてくれなかったらどうなっていたかわからなかった。ごめんね。そういえば、今日も警察の人来ていたよ。な、何？どうかしたの？うん、最近は普通の自動車で来てるみたい。いつもの刑事さんが教頭先生と話していたよ。事件の手がかりとか見つけたのかな。神岡くん、どうしたの？顔色悪いよ。大丈夫？高等部の全校生徒にお知らせします。本日ただいまより全校生徒に対し意識不明事件に関する聞き取り調査が行われます。1の A から3の D まで順に呼んでいきますので、呼ばれたクラスの生徒は視聴覚教室に集合してください。なお、その他の生徒は教室で自習しながら待機してください。繰り返します。それでは、1の A の生徒は視聴覚教室に集合してください。神岡くん、どうしたの？教室で待っていなきゃいけない。
にって何か用があるから来たんでしょ。知りたいことは全部教えます。星原ゆり、1年前のことを思い出してください。思い出させてあげます。あなたの記憶を修復します。私の質問に答えてください。神岡さん、自分自身が神岡進である確信を持っていますか。じゃあ、あなたは誰。気分を楽にしてください。私のことを信頼して。
1年前、星原ゆりはあなたに好意を抱いていました。でも麻生さんが上岡さんの犯行現場を、弓倉さんを襲うところを目撃してしまったのです。麻生さんは彼女が上岡さんのことを好きだということを知っていましたから、なんとか説得しようとしました。私、ユリの恋愛は応援するけど、神岡君だけはダメ。よく聞いて、彼は事件の犯人なの。みどりちゃん、何言ってるの？嘘じゃないわ、私見たんだから。あれ、もしかしてみどりちゃん、焼いてるの？冗談じゃないのよ、本当なの。屋上だったわ。彼が弓倉さんの後ろから近寄っていったと思ったら、彼女急に倒れて。なんでそんな嘘を言うのよ。なぜ私をいじめるの？よく聞いて、私がユリをいじめたことなんてある？これは本当なのよ。嘘よ、絶対に嘘。もういいわ、勝手にすれば。ユリが直接確かめてみたらいいんだわ。彼女は上岡さんを屋上に呼び出し、泣きながら問い詰めました。そして彼女は、家庭の問題、親友との決別、好きだった人が悪魔のような犯罪を犯していたという事実、精神的に追い詰められた彼女は劇場に駆られ、上岡さんと一緒に屋上から飛び降りる道を選んだのです。私が星原ゆりの体に入り、二人を着地させました。ある理由があって、この世界とは次元の異なる別の世界からやってきました。彼女の心はこの世界にあっては永遠に安らぎを得られない。私は彼女の心を私がやってきた世界に送りました。彼女はその世界で別の姿となり生活しているはずです。でもそれまでの彼女の記憶は全て私の中にあります。今は私が星原ゆりです。はい、そうです。
麻生さんの記憶は凍結させました。彼女は1年前に上岡さんの犯行を見たことを覚えていません。知っていても辛いだけだから。でも結果的に彼女にはもっと辛い思いをさせることになりました。彼女の記憶から上岡さんに関する情報は消えましたが、直前に星原ゆりと喧嘩になったという記憶は残っていました。しかしそれは曖昧な記憶。彼女は謝りたいと思ったようですが、原因もわからないのではなかなか言い出せずにいました。私としてもそれは好都合でした。彼女と親密な関係になれば、彼女は私の星原ゆりの変化に気づいたでしょう。それは避けなければなりませんでした。私はあえて冷たい態度を取り続けました。親友が突然よそよそしくなったのです。それも理由もわからず、彼女の困惑と悲しみが痛いほど伝わってきました。でも私にはそうするより他はありませんでした。上岡さんのためだけではありません。事件の本当の解決のためなのです。上岡さんも事件の犠牲者なんです。それは違います。全くの別存在です。まだ、もう少し待ってください。ごめんなさい、できません。私の力は、言葉を媒介にして意味や情報を送受信します。言葉が伝わらないと何もできません。